皆様にお知らせです。本日はハルコアップデートにお越しいただき誠にありがとうございます。皆様にお知らせです。こちら右手に見えますのが生桃追いでございます。左手に見えますのが若桃追いでございます。そしてこちらがエモモ追いでございます。つまりこの2人と1キャラはすべて桃井春子でございます。これから本編をご覧の際にはその点を脳内修正してお楽しみくださいますようよろしくお願いいたします。なおどれに脳内修正するかは皆様の趣味思考にお任せいたします。よろしくお願いします。それではお願いします。はい、私、桃井春子が通っていた中学校は地元ではかなり有名なエリート校。桃井さん、日誌お願いね。はい。やめ。桃井さん、あなた一人だけ特別に再テストを受けさせてあげてるの。このままじゃ成績が下がる一方よ。他の曲は演奏なさい。どうしてジャズを弾いちゃダメなんですか？中学生らしくありません。でも好きな曲でいいって。どうして他のみんなと同じようにできないの？
普通に課題曲やればいいじゃない。そうやって他のみんなと同じようにできないから、あなたクラスのみんなと馴染めないんじゃない？ありえないよね。じゃあもう一回。桃井さん、何かあるとすぐ規則規則で、すごく退屈な毎日。それに周りにはろくなやつがいない。桃井さんってなんか変わってるよね。いつも一人だし。てかこっちの輪に入りたいとか言われても困るけど。困る困る。いやー、言い出さないでね。お願いだよ、聞こえてます？なんでうまくいかないんだろう。私にとって学校生活はまるで濁った水槽の中にいる魚にでもなったようだった。帰ろう。でも私はもう一つの世界を持っていた。それはパソコンの中の世界。当時の私にはネットというツールがどうしても必要だった。それというのも、みんな、アルカちゃん、アルカちゃん、うん、私はアイドルマニアだった。普通この年の女の子って男の子のアイドルに熱を上げるものだけど、私は全然興味がなくて。私が夢中だったのは女の子のアイドル。アイドルのことを調べるにはネットでの情報集めは欠かせない。これが私がネットを始めたそもそもの理由。おいにゃ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 。今日のアイニャンはとてもいい。100点満点でいうところ75をマークした。あ、僕としては85点ですかね。もうみんな厳しすぎ。100点満点だったよねえ。あーアイニャンだ。本当だ。今日のライブ最高だったよ。いつも応援してるよ。アイニャンアイニャンアイニャン。いつも思うことだけど、頑張ってる女の子のアイドルを応援してると、なぜか自分も頑張ろうって思える。僕としてはですね、あのハスキーボイスがアイニャンの売りなわけですから、別に無理にブリッコとかしなくてもいいと思うわけですよ。そうそう、変にイメージにされると嫌ですね。アイニャンはアイニャンのままでいてほしいよな。まあ彼女もそこら辺のファン心理は分かってると思いますけど。でもそこがアイニャンのいいとこだよ。甘いの食べたらしょっぱいの食べたくなってきちゃった。ケロさん食べ過ぎ。あ、ところで新曲のワンピースどう思う？あれは僕としては OK です。前の無理よりいいよね。オレンジってひまわりって見捨てた。